はい、ビリ放送局、今日は大人は映画は大人の教科書の時間です。ごめんなさい、もう一度。えー、映画は大人の教科書のお時間です。今日ご紹介する映画は五本ということで、早速やっていきましょう。このポッドキャストでは、えっ、ー、と、 長岡市新潟県長岡市にある T ・ジョイ長岡シネコンですねシネコンで、えー、と公開される映画をご紹介していますですがねあの大体日本中のシネコンだったら書かかるだろうっていう映画がほとんどなので、えー、とぜひ最後までご視聴くださいで気に入ったらねチャンネル登録と高評価をお願いいたします今週は6月16日から T ・ジョイ長岡で公開される映画6本お話ししていますごめんなさい5本ですね5本を ご紹介していきますで今週の5本は、えー、とまず「機械島」そして「妊、え、婦、ー、戦隊ハリケンジャーでござる」「シュシュシュ20アニバーサリー」「スパイダーマン」「アクロス・ザ・スパイダーバース」そして「ザ・フラッシュ」さらに「えー、と憧れを超えた侍たち世界一への記憶」 ということで、えっ、ー、と5本お話ししていきます。さあ、早速1本目からやっていきましょう。まず1本目はえっ、ー、と憧れを超えた侍たちです。はい、まあえっと。今更という感じなんですが、えっと他の地域では長岡市以外の地域ではもうちょっと早くから公開されたんじゃなかったかな？ ちょっとあ,のあまり自信ががないんですがそう、えー、っと2021年12月野球日本代表侍ジャパントップチームの監督に就任した栗山秀樹監督誰よりも野球を愛し選手を愛する指揮官が2023年3月開幕の2023ワールドベースボールクラシックへ向け熱き魂をすべてを捧げる日々が始まったという感じで始まる。 えっと、ワールド2023年ワールドベースボールクラシック、そうまあ、皆さんも見たと思うんですけれども、まあ、私はね、えっと、実はあの決勝戦しか観戦してないんですが、えっとまあ、このね、えっと、記録映画ということで、本編130分、だから2時間ちょっとですね、はい、えっとまあ、こういった記録映画というと、そうですねえっと、最近だと東京オリンピックの あの記録映画が去年のこのこれからの時期に公開されていました。うん。まあ、あの、えっ、ー、と、東京オリンピックの記録映画。賛否両論あったんですが、私はものすごく気に入ってるんですよね。で、まあ、ドキュメンタリー映画って、あのー、まあ、監督によっても、見る人の視点によっても。すごく、なんか、見方、感じ方、違うので。まあ、評価はね、まちまちっていうのは、まあ、当たり前のことなんだと思うんですが。そういえば、私、あの、えっと、以前。 ね、世界一になったワールドベースボールクラシックでイチローが出た頃にね1位になった時のドキュメンタリー映画の DVD を持ってます。<laughs> そうなんとなくねあの、えっと、ドキュメンタリー映画は全部が全部じゃないんですけども、まあ、こういったスポーツの祭典を取り扱ったものは まあやっぱ結果が良かった頃こそからこそまあ見られるしもう一度見たいって方がいらっしゃるのでまあ映画が作られると思うんですがまあ最後にカーッと熱くなるっていうところがまあやっぱり見どころなのではないのかなというふうに思ってるんですそうまあこの映画がどういう構成になってるか分かりませんがあのいろんな方の視線であの ね、あのかかった方の視線を、あのー、可能な限りリアルにあのまとめられてる映画なんじゃないかなと思ってます。まあ、予告編を見る限りね。まあ、YouTube とかでずっと撮ってられた方はあこのシーン知ってるよみたいなのも多いかもしれませんけどねそう、まあ、まとめて見れるということでは非常にあの楽しみな映画です。そしてですねねこれ確か、ねえっと、特別 価格になってて多分映画の日じゃなくて、水曜日のね割引ででも割引が効かないんじゃないかな。確かね、確か。うん。なので、そこら辺だけはご注意ください。そう。えっ、ー、と、この、えー、と収録をしている日から、まあ、このね、公開日から、憧れを超えた侍たちの公開日から、えーと、一律映画料金が100円ずつ上がりました。はい。なので、えっ、ー、と、特別料金。 特別割引にならないこの映画は2000円で見ることができます。はい。そう、いきなり2000円というとちょっと高い気もしますけどね。はい。そう、えー、っと、内容を読んでいきます。そう 2021年12月、日本代表の侍ジャパントップチームの監督に就任した栗山英樹監督、誰よりも野球を愛し、選手を愛する監督、指揮官が、2023年3月開催の2023年ワールドベースボー,スボークルークラシックへ向け、熱き魂のすべてを捧げる。日々が始まった、うん、目標は世界一。14年ぶりのワールドベースボールクラシック世界一へ、史上最強と言われる侍ジャパンが誕生した。 代表選手30人の選考会から大会直前に行われた宮崎合宿本大会へベンチやロッカーでの様子選手の苦悩や格闘あの感性の瞬間まで完全密着したチーム専属カメラマンだからこそ撮影できた貴重映像の数々世界,の世界に日本の野球の素晴らしさを伝えそして憧れを超えた侍ジャパンの世界一への奇跡を振り返ったドキュメンタリー映画 いうことですねまあ、このこ,この文章の書き方がなかなかですね <laughs>、私は途中でなんかうるうるしてました。うん、そうですね、このねあの、またチーム専属カメラマンだからこそ撮影できた貴重映像、うんまあ、あの野球のばっかりに限らず、あの日本代表ワールドと、サッカーの日本代表もです、ね、密着カメラマンがついてて、えっと密着カメラマンがついてて、 撮影されてる映像いっぱい残ってますよね。YouTube にもいっぱい上がってます。そう、まあ、そういう視点で、あのうんと、まあ、カメラマン、うん、まあ、私はね、あのストリートフォトグラファーなんで、なんとなくわからないでもないんですが、あのうんと、やっぱりカメラをね、まあ、まあ、プロの選手たちなのでカメラを向けられるのは慣れてると思うんですけども、あの心が通って だからこそ撮れる映像っってやまあそういったあの心を通わせた映像がたっぷり出てきた上であのどうやって、うん、世界一が簡単なわけじゃないじゃないですかそうどういうどうやって世界一になったのかっていうことを改めて見ることができる映画じゃないかと思いますはい。 あ、あ書いてあり,ますありますね。えー、とこの映画ね、6月1日から3週間限定でロードショーされたものなんですが、まあ、好評を得て t イ長岡でも今週から公開ということだと思います。そうでね、えーと、延長は延長、上映3週間限定って書いてあったんですが、1週間だけ延長が決まったのかな。はい、そんなわけでこう長岡でもおそらく。 うんと2週3週ぐらいはえと上映されるんじゃないかと思ってます是非ねあのワールドベースボーグルクラッシックであの、うんといろんなあの感動を覚えた方がいらっしゃると思うんですがもう一度この映画を見て、えー、と感動をかみしめてあのスクリーンの前で涙してもいいんじゃないかと思っています私も見に行きたいんですが今月はもうもうあの映画にかける予算がないので <laughs> 我慢しますうん <そ>う <laughs> さあ次の映画はというとこちら「スパイダーマンアクロス・ザ・スパイバース」スパイダーバースですねはいまああのこのポッドキャストを何度かお聞きしている方は聞いたことあるかもしれませんが実は私はあまり「スパイダーマン」のシリーズが好きじゃありません というよりアみコみのキャラクターが出てくる映画があまり好きじゃないというよりああのまあ、若い頃って言ったらなんかちょっと悲しいんだけどえっと昔ほど SF ガンガンという映画がなんか楽しめないっていうのがまあ正直なところですかね。はい、まあ、CG がガンガン使われているような映画がちょっと昔ほど好きじゃない。 っていうのが、まあ、本当のところなんですが、このね、スパイダーマンアクロスザ・スパイダーバース、予告編見る限りね、ちょっとこれ面白そうじゃんっていうのが、あの、正直な感想なんです。うん。このね、スパイダーマンアクロスザ・スパイダーバースは、まあ、全編 CG アニメーションなのかなそう、おそらく全編 CG アニメーションで、まあ、今までのスパイダーマンとはまたちょっと、 あの見た感じ違うしその、えっと、実写の「スパイダーマン」と比べるとなんか印象が違いすぎてなんかあの、うん、と好き嫌いが分かれるかなっていうところなんですけど、まあ、スパイダーマンの映画のファンの方もね、えっと、分かれるのかなっていうところなんですがあの、まあ、前作の「スパイダーマン」からあのいろんなねあの本当マルチバースっていう言葉がね、まあ 一般的になりつつあるというかね <laughs>、一般的になりつつあるのかなあの、この予告編の、あの、えっとまあ、私今、TJ 長岡のホームページの、あの、予告編というか、あの、その概要、を書いてあるところを見てるんですが、まあ、そこの一番最初はね、マルチバースを自由に聞きできるようになった世界っていうところから始まるんですけども、マルチバースって <laughs>、一般的なのか <laughs> マルチバースって言われてみんな分かるのか まあ要するにあの多次元宇宙論ということですね、まあ、この世界と同じ、まあ、私たち生きているこの時間と同じ世界が別にあるとそう同じ時間軸の世界があの別の時間軸の世界が他にあるっていうのがまあマルチバースなんですけども、まあ、マルチバースを扱ったマル,マルチバース理論っていうのがまあ一般的になってきてマルチバースを扱った アニメ映画たくさんありますけども、まああの、前作のスパイダーマンもマルチバースを扱っていろんな世界のスパイダーマンが一か所に集まっていくっていうような内容だった気がします。そう私はね、アマプラでなんかあの半分あの寝ながら見てたんですけどね。そ,う、まあ、そんなあの内容だったと思います。うん、で、えっと まあ今作もあのマルチバースを自由にできるようになった世界ということでお話は進んでいくんですがまあスパイダーマンの悲しき宿命というようなことがあの横引く絵の中で流れてきてあのそういう意味ではねなんか なんかね、まあ私はねそこが気になるんだけどまあ予告編のチラチラ見る限りまあこういうことかなみたいな予想はついてしまう。<laughs> もしかしたらそこのネタバレだけでも十分なのかななんて思っちゃうのも、まあ、正直なところなんですがあのファン必見というよりも、えー、とこの映画ね、うん、と確かね かなり前から話題になってて、あの日本の東方,東方で放映された、テレビで放映されたスパイダーマンも登場するということです。はい、確かね、そう。まあ、あの、えっ、ー、と、今でこそあの戦隊ヒーローものそう、スーパー戦隊シリーズとか、仮面ライダーもまだ続いてるシルトラマンも続いてますけども、まあ、そういった流れの中でスパイダーマンの半径をね、えっ、ー、と、アメリカから買って、えー と、放映された東映のスパイダーマンっていうものがあります。それはね、えっと、スパイダーマンのロボットが出てくるんですよ。またそれがかっこいいロボットなんだ。<laughs> そ,う <laughs> そう。私ね、ロボットはよく覚えてるんだけど、スパイダーマンの内容はあんまり覚えてなかったんだよな。私は多分ね、幼稚園とか小学生、低学年頃じゃないかなと思います。はい。そう。私は永遠の43歳ですけど、何か。 はい、まあ、そんなわけで、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイバースの内容を読んでいきたいと思います。そう、マルチバースを自由に一揆することができるようになった世界、マイルスは久しぶりに再会したウエンに導かれ、ある特別なユニバースに足を踏み入れる。そこにはミゲル・オハラ を筆頭にスパイダーウーマンやスパイダーマン・インディアさらにある驚くべき変化を伴ったピーター・ B ・パーカーなどさまざまなユニバースから選び抜かれたスパイダーマンたちのエリートチームが集結していたそこにマイリスが知ってしまった未来そして愛する人と世界を同時に救うことができないというかつてのスパイダーマンたちも背負ってきた悲しき定めだった それでも両方を守り抜くと固く誓ったマイルスだがその大きな決断がやがてマルチバース全体を揺るがすスパイダーマン史上最大の事件を引き起こすことに運命を変えようとするマイルスに立ち向かう立ちはだかる無数のスパイダーマンたち史上かつてないスパイダーマン同士の戦いが始まるなんかワクワクしません <laughs> なんかねなんかね、なんかねあの今までのスパイダーマンの映画とは違ってなんかすごいねなんかあの胸ツのワクワク感を感じません私ねなんだろうそうスパイダーマンの映画にこんなにワクワクしたのはねぶっちゃけ初めてそう本編ね140分でちょっと長めなんだけどもあのー、いやーそう私みたいな私はみたいな そうアンチスパイダーマンの私でも見たいなと思ってます。まあ、そんなわけでねあの、うんと、これも見たいけど、まあ、今週ちょっといけないのでうん、私の代わりに皆さん見てきてください。そんなわけで、次の作品もアメコミから登場した感じですね。えっと、私の YouTube のタイムラインにはちょこちょここの映画の予告が出てきます。なんでだろう うん、私が私あんまりね女優さんよく分かんないんだけどなんか女優さんが見た感想を喋っててるんだけれどもどうなんだろう <laughs> さあ次の映画に行きましょうその名も「ザ・フラッシュ」ですまあフラッシュなんですけどね <laughs> そう結構なんか今日は独々しいですね私 <laughs> そうまああのえっと チラシ見ると「世界をこの映画が変える」とかねえー、っとまあ予告編のファイナルの,あのサムネはね「ヒーロー映画最高傑作の誕生」とかって書いてあるんですね <laughs> <laughs> そうまあね <laughs> うんとさっきもなんかちょろっと暴露してましたけど まアメコミ初のあのヒーロー映画が嫌いっていうのをぶっちゃけペラ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 喋っちゃってる私なんですがあのね予告編を見る限りぶっちゃけねあのまあ好きな人は好きなんですよねそうアメコミヒーローの映画そうなのでまああの私がねここで何を喋ってもまあ見たい人は見たいからまあいいだろうっていう開き直りもあるんですがそう ももうもういいでしょ <laughs> あのえっと日本でもねあの毎週あの20本近くあの、まあ、20本はい過ぎか、まあ、十数本はあの最新作が公開されてるわけですよまあ TJE 長岡だとね、まあ、多くて5本今週多い方だと思うんですがそう日本全国の単館映画館も含めればまあ、10作品以上は新作が公開されてるわけですよ、まああの でまあ、うち、日本の方が、まあ、半分ぐらいかな、あとは海外の洋画ってことになると思うんですけども、まあ、アメリカ発の映画ですよね、披露映画。うん <laughs> まあ正直ね、うん、ともう本当にいいよっていうのがまあ私の正直なところであの、もっと面白いアメリカ映画いっぱいあるでしょ、そ,うそれを買ってこいよっていうのが。 まあ正直私の本音なんだけど <laughs> そう、まあ、予告編を見る限りとか、まあ、冒頭ちょっとお話ししましたが、まああのえっと、いろんな方がね、あのー、売るために YouTube で一生懸命あの宣伝活動をあのやってるような感じってことは、まあ、前評判 が日本の国内の前評判がそんなに高くないのかなっていうのがま正直な正直な本音なんですがそううんまあ,いいあの内容読んでいきましょう史上最速ヒーローフラッシュは亡き母を思うあまり過去にえっと隔たり過去に戻り彼女の命を救うがその行動が現在のに歪みをもたらしてしまうスーパーマンらのこの世界には存在せず えっと、バットマンは全くの別人にさらにかつてスーパーマンが倒したはずの最強の敵は大軍勢を率いて襲来地球植民地化を始めるフラッシュは別人のバットマン黒髪のスーパーガールと共に世界を元に戻し人々を救おうとするがつまりですね <laughs> そうなんかこれすごい端折った内容ですが、まあ、つまりねあのこのフラッシュマンは高速で移動できるあのキャラクターなんですよでまあ えっと、その高速で移動できると、まああのうん、と相対性理論だったかな。うん、とアインシュタインがあの出てあの提唱したやつなんですけど、えっと、スピードが速いと時間が戻るっていうのが確かあったんですよね。うんまあ、それで、まあ、過去に戻りあの、母を救ったと、うん。その結果、現在があの歪んでしまったということで、その歪みに対して、えっと、彼が。うん あのど,うどう解決していくかというような内容になってます。はい、横系見る限りねあの、うんと、シリアスなシーンもあるんだけど、結構あの、うん、とパロディチックな面白いシーンもあったりして、えっと、うん、なんか見どころはいっぱいある感じがします。まあ、ただね、ただ、どうなんだろう。うーん まあぶっちゃけフラッシュマンがかっこ悪い <laughs> <laughs> そうまあどうなんだろうねあのこれセンスだよねそう私さほんとあ,あめ込みのねキャラクターってさ本当さダサく見えて仕方ないんだよな <laughs> そううんうんうんだからでまあまあこれからお話しする スーパーパ戦隊ヒーローシリーズのキャラクターがかっこよかったらまあそんなこともないんだけどねまあそんなわけでザ・フラッシュ、うん、今週から公開です世界を本当に変える映画ができたのかどうか皆さんぜひね劇場でご確認くださいそう私は遠くから見守っています <laughs> そんなわけで次の映画はこちらハリケンチャーですねはい 20周年ということなんですが、ハリケンジャーが20周年だったかなそう、ごめんなさい。ちょっとね、あの、しっかり把握しなくてごめんなさい。うん。まあ、あの、えっと、この時期に毎年やってたかなそう、<laughs> あまり把握してないんですけれども、えっと、東宝てか、V シネ系の東宝ビデオ。 の映画ですね、はいまあ、ハリケンジャーといえば、まあ、戦隊ので、えっと、ちょっとね、一風変わったあの世界観で、あの、えっと、当時ね、子供たちにばかりじゃなくて、えっと、コアなね特撮ファンとかあの戦隊のファンの大人たちも熱狂した、あのなかなかねあの、攻めた内容の,あの、えっと 映画だったんですが今回は、えー、とそのハリケンジャーが20周年アニバーサリーでっていうことで復活って言った方がいいかなはい、まあ、早速えっ、ー、と内容を読んでいきたいと思いますまたちょっとね <laughs> そうあの正しい読み方かみたいなこんな感じの,のがいっぱいあるんですが、まあ、ちょっとあのうんと雰囲気だけでも伝わってもらえばうん時は江戸時代無限祭に に使える新風流の忍者えっと鷹之助皆ごめんなさいナミとインジュ太郎と雷龍の一角一画の前のごめんこれはちょっと読まない方がいいな <laughs> これね本当 と読めないわ <laughs>。そう。うん。そう。まあ、ちょっとね、ざっと要約すると、えっと、ハリケンジャーとゴライジャーたちが突然現れて、激闘を繰り広げる。そう。現代から江戸時代にタイムスリップしてきたハリケンジャーたちが、ということで、まあ、タイムスリップものなのね。うん。で、えっと、 そういったもんです。<laughs> やばい、やばい、やばい、やばい。これはね、これはね、ちょっとね、なんて言ったらいいんだろう。うん、とちょっともう一回、横を見直してから、あの、えっと、もう一回、えっと、収録しよう。ちょっとストップ。横剣、もう一回見直してきました。はい。これね、ぶっちゃけね、イケメン大好きお姉さん、ほいほいへの映画だと思って見てもいいと思う。<laughs> そう。 あの、キャラクターがねあのえっと、若すぎず老けすぎずあのみんないい感じの年齢のね、イケメンくんたちなのよいやーちょっとね私予告編見て燃えちゃったなそう、予告編見て、うん、ちょっと見たいかもって思ってきたそう内容もねなんかねあのうん、 えっとちょっと前に公開された何だったかなえっとイケメン大好きお姉さんホイホイ系の映画よりもなんかあのなんかアクションとか凝ってるような気もするんだよねそうまあねえっとイケメン大好きお姉さんホイホイのお姉さんたちが子供たちに混じってこれを見るかって言ったらちょっとって思うけどもなんかあのうんと面白そうよ ものすごく面白そう,そうまあえっとお子さん連れて堂々と入れるあのえっとあのお母様方はねちょっとねうらやましいと思えるような感じうんいや何だろう私ねこれは多分アマプラかなんか、まあ、サブスクで出たらなんか見ちゃうかもしんないうんなんか面白そうそうあのねえっと忍術を使うシーンとかもなんかねあのえっとまあ、ね、横桂編がよくできてるよねほんと。本当 なんか面白そういやすごい、すごい、なんかね、ちょっと、全然、これ、どうやって紹介しようかって、ずっと悩んだんだけど、もう一回、横込み直すと、いやー、あの、いいよ、うんと、ただ、まあ、58分だからね、58分の映画にさ、まあ、あの、うんと、ね、58分の映画に、今の料金上がった、この映画料金っていうのは、まあ、どうかなっていうと、まあ、正直、ね、ちょっと、 ちょっとなんだけど、うん、そう、まあ、子供たちだけで見てきなさい。私は外で買い物してるからって言って言いたくなるようなまあネタんだよね。<laughs> まそんなわけであのうんともしかしたらあの秘かな名作かもしれない。そうバカにできないなハリケンジャー。そう興味津々です。ぜひね私もね見てみたいと思ってます。さあ続いて本日最後の映画はこちら。 さあ、ま、本日最後にご伝えすす。るのは機械島です今週の放火まあ放がといえば放火 <laughs> いや放がでは間違いないですけどもまあドキュメンタリーのねあの、えっと、WBC のドキュメンタリーも放がっちゃ放がだしてねえっとハリケンジャーも放がっちゃ放がなんですけどもまあ放火らしい放が。<laughs> という意味ではまあこれがまあえっと私の中では 一押しいやー、一押しってことはないけども、うん、まあ紹介してみてね、どれも結構面白そうだなっていうのが、まあ今週の正直なところなんですけども、あの紹介する前はね、なんかなんかちょっと私なんか今日ノリが悪いなっていうような映画ばっかりだったんですけど、まあね、実際にえと内容を確認しながらご紹介してみると、どれも面白そうな映画っていう感じで、えっと進めてきた今日の,あの映画大人の教科書なんですが、 今週、最後は、えー、とこちらの映画、「機島」。これもね、ずいぶん前から、えー、と映画館で予告編というか、チラシがあったんですけども、チラシはあったんだけど、予告編はまだだったかな。そう。えっ、ー、と、まあ、えー、t j 長岡のホームページの情報を読むと未だシャーマンが住む島、その島で VR 研究を行う片岡智彦とチーム「新世界」。 突然のシステムエラー突如出現する赤いバグやシャーマンが語るそれは今女じゃなかかわる交わり始める異世界と現実世界まばたく間に島を覆う機っと死、とし今女とは関係は彼らは謎の謎を解き明かし生きて島を脱出することはできるのだろうかという内容なんだが ようなんですけども、まあ、ぶっちゃけこれを読んだだけじゃさっぱりわからなかったので、映画 .com の方をもう一回、えー、とおさらいしてみたいと思うんですが、そう、これね、あのうん、と犬なり村に始まる恐怖村シリーズを手掛けた清水監督が今度は閉ざされた島を舞台に現実世界と仮想世界という2つの空間で巻き起こる恐怖を描いたホラー、まあ、ホラーです、ホラー。うんそう なんですけども、あのね、うんと、まあ、ジャパニーズホラーって感じかな。なんかね、静止画で淡々と進んでいくような映画も、シーンもあって、なんか、あの、欲求編見る限りね、なかなか面白そうだなっていうのが、まあ、正直なところです。はい。でですね、まあ、あの、その、南の島を訪れた VR 研究、そう、VR ですね。 VR はまあ仮想現実、はい、新世界のメンバーたちに不可解な死や謎が次々に襲いかかる、かかかる非科学的なことを信じない新世界の天才、脳科学者片岡が父の死をきっかけに島にやってきたという、えっと、ことを一緒に真相を解き明かすべき、奔走するがということなんですが。 うん、これを、ね、読んだ時に私は、ね、昨年の、えー、と隠れた名作と言われているあのアニメそう「サマータイム t i m e を思い出しましたね。そう「サマータイム t i m e は「少年ジャンプププラス」で掲載されて、ねあのうん、と1億5000万回以上の再生を誇った、まあ、素晴らしい、えー、っとやつで、まあ、漫画のアニメ化というか ことだったんですが、まあね、あのえー、アニメファンはものすごい大絶賛したんだけど、まあ、一般受けをしたかといったら、まあそうでもない。まあそういうサマータイム連打も、あの、うんと、島を舞台に、えっ、ー、と、いろんなことが起こっていく、あの、えー、話なんですけども、まあサマータイム連打をなんとなく思い出しちゃったかな。はい。まあそれで、この機械島なんですけどね、うん。 そうまあ VR でしょうそう仮想あのねえっと何がどう関わっていくかっていうのがほんとねあの予告編だけでは全然イメージつかなくてもしかしたらもしかしてものすごくなんかあの奥の深い深い深い映画なんじゃないかなと思ってます。 そうまあ、前評価というようなものはない、まあ、見てないんですけども、まあ、あ R12 指定ですね、PG12。ってことはまあそこそこあのギアというシーンが出てくるということですね。はい、で、109分、うん、とまあ1時間半ちょっとってところですかね。まあ、結構短い。 うん、ちょっとなんかこの手の映画を取り扱うにはちょっと短いかなという感じもするんですがどうなんだろう、うん、まあホラー映画が苦手って人はちょっと無理かもしれないですけどねそうホラー映画が大好きって人はまあ絶対見に行くいでしょう, <laughs> そう私もねホラー映画は苦手だったんだけどホラー映画ねあの、うん、と数重ねていくと面白くなってくるよね今はね私ホラー映画好きですはい。 そうこれは映画見ても別にあの、えっと、怖いとは思わなくなったかな。そう。まあでもね、怖いとは思わなくなったけども、まああの心臓が詰まるようなドキドキ感は捨てがたい面白さを感じます。まあ、そんなわけで今日の最後はこの「うん、と機械一でした。でですね、この日から。そう。皆さんが見てるこの日から。 うん、まあまあ、えっと、YouTube で見てる方がいつ見られてるか分かりませんが、この日から T ・ j ョイ長岡は料金が変わります。まあ、すでにいろんな映画館で、えっと、今月の頭から料金が上がってるというところもあるんですが、T ・ j ョイ長岡も、えっと、一律料金が上がります、今日から。まあ、ご覧いただいているように、えっと、12月1日の映画の日は、今まで通り1000円で据え置、ー、きなんですが、それ以外は一律100円ずつアップですね。 はいでまあ、いたしかたないって言ったらいたかしかないいたしかないっていうのを思ってるのが本音なんです。というのは映画館自体は儲からない商売なんですよね。本 <laughs> 当ポップコーンバリバリ食べてくれないと儲かりませんっていう商売なのでまあいたしかたないのかなと思ってますがより質のいい映画を、ね、たくさん上映してくれるならまあそれもいいしょうがないなっていうのが思ってる反面、うん、まあ、あのー、売れるでしょう、入るでしょう。 いうような映画だけだと私はちょっと退屈だなと思ってるのは正直本音です。そんなわけでえーとこのポッドキャストは毎週金曜日15時にえーとフェイスブックと YouTube で配信しています。まあなかなかねあの心の本音の中で紹介するのが勝ったりなと思う映画も正直あるんですけれどもえーと来週も再来週も頑張って発信していきたいと思いますのでぜひあの。 えっと、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあ、こでした。またね。バイバイ。